ラドミルの主役所長の様子、ボザウリの像、ラドミルは、ブルガリア西部の村、及び、それを中心とした、基礎自治体、ペルニク州に属する。ラドミルの町が、歴史上初めて文献に現れるのは15世紀であり、ヨーロドマーとして記されている。現在の、ラドミルという名前は最も古いもので1488年に現れる。町の名前は、 ラドミルという人名か、その形容詞型に直接由来している。1918年、フェルディナント知性のブルガリア王国では、バルカン戦争参戦に反対し、また、第一次世界大戦において、中央同盟国側に加わることに反対して、アレクサンドル・スタンボリスキが投獄された。軍旗を回復することと引き換えに、国王フェルディナンドは、 スタンボリスキの釈放を認めた。しかしスタンボリスキは釈放されると反乱に身を投じ、ラドミルにて、ブルガリアの共和制を宣言した。スタンボリスキの支持者はソフィアへの攻撃を試みた。ラドミルの反乱者たちは、応答派のブルガリア軍とドイツ軍によって鎮圧されたものの、ブルガリアの敗戦によって、ドイツ軍は、間もなく撤退していった。バイカルスコア、 自然が保護された、静かで、美しい村である。聖精神女聖堂は、19世紀に、部分的に破壊されたものの修復され、また、首労の修復もされた。村長の事務所と郵便局が、聖堂の向かい側にある。村に住むのは、少数の老人の他は、季節的に訪れる訪問滞在者である。 コニャボ山へと続く良好に保存された自然と、直漁母湿地は、村の観光資源となっている。村の古い名前直漁母は使われなくなった。直漁母湿地は、自然保護区に指定され、珍しい種類の鳥類が住み、また、療養効果のある泥の堆積地となっている。湖を見渡す村には、泥と棒で作られた伝統的な家屋が残されている。また、 1970年代、1980年代、あるいはそれ以降の建物は少数である。中世の領主が湖の対岸に住み、村の建物はすべて彼の方を向く作りとするよう、命じたとの言い伝えが残されている。実際に、村の家々は、長めの美しい湖の方向に、窓や玄関が向いている。南極大陸、サウス、シェトランド諸島、 リビングストン島のラドミル丘は、ラドミルにちなんで命名された。ラドミル基礎自治体にはその中心であるラドミルをはじめと、する、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧。ありがとうございます。